ソムリン TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリンの哲也でございます。はい、今回はですね、またソムリン定期便の週末ワインのコーナーでございます。やっ、ですね、今週末のワインはこちらでございます。おい、こちらですね。ビーニャソルサル、ビーニャソルサルグラシアーノでございますね。はい。このワインはですね、また、実はですね、僕もね、これね、こう、かなり思い出深いワインでございまして、実際、この前ですね、水曜どうでしょうのディレクターで、藤村さんと嬉野さんがやってらっしゃるんです、どうでしょう TV でもですね、こちらも出演させていただいているんですけども、これもですね、このインポートしてらっしゃる、ちょっと、アイワインハピネスさんの三浦さんにお話を伺いたいと思います。いや、三浦さん、はい、どんなワインなのかぜひちょっとお話を伺ってよろしいですか？はい。まず、はい、そうですね、ワイナリーについてお話しさせていただきますと、今、お父さんから引き継いだ3兄弟が、今40ぐらいですかね、3兄弟。40前後の3兄弟が継いでやってる、本当家族経営の小さいワイナリーになります。でただ、そんな3兄弟がやってるんですけど、いろいろ評論家、評論家ですね、からは高評価を得てるようなワイナリーなんですけども、もともとワイナリー自体は、1989年に、もうその3兄弟のお父さんが始めまして、はい、2000年代後半にその3兄弟が引き継いで、で、このワイン、ビーニャソルサルグラシアーノっていう名前なんですけど、そのグラシアーノっていうのは品種の名前で、通常グラシアーノっていうのはそのナバーラとか、あとは有名な産地はリオハで補助品種で使われる品種になります。で、なんで補助品種に使われるかっていうとですね、結構タンニンがしっかりして、酸もしっかりして、どちらかというと荒々しい印象のブドウなんで、ワインにするとそういうブドウなんでですね、ちょこっと入れただけで結構キャラクターが出るというか、それを本当にすごい丁寧に作ってるワインですね、で、その3兄弟が、引き継いだワイナリーを継いだときに初めのプロジェクトとしてやったのは、そのグラシアーノを 100% 作るということで、このワインを作りまして、で、ワインに詳しい方というか、ワイン業界の方なんかよく知っているジャンシュス・ロビンソンさん、ワイン業界だともう本当にドン的な女性の方なんですけども、彼女から、そうですね、彼女 の、 ジャンシュス・ロビンソンさん の、 そのガイドの方で、今週の注目ワインみたいな、そんな感じので選ばれてですね、もう一躍脚光を浴びたような、で、それからずっと、進化を告げているようなワイナリーのワインになります。で、最近だとその3年ぐらい前の年末に、そうですね、ジャンシス・ロビンソンさんから、その年のクリスマスに飲むべき、赤ワインって20ワインぐらい世界のワインなら選ばれた中の一つになったりっていうことでですね、何よりもそうグラシアーノっていう補助品種を、その荒々しくて、で、なかなか本当きれいに作るのが難しい補助品種をこううまく作ってるっていうのがこのグラシアーノになります。はい、ありがとうございます。僕ね、このビーニャソルサルっていう作り手は本当に、でも思い出すんですけど、その、ソムリン TV もあの時もすでに撮ってたはずなんですけど、その時にスペインのワインフェアみたいな感じで、そこの、あるんですね、スペインの、はい、ギアペニンですね、はい、ギアペニンで、ギアペニンっていうそのスペインのワインフェアみたいな、その、言ってみれば祭事があるんです。そうですね、ワインガイドのその祭事っていうか、世界中をそのギアペニンで高得点取ったワイナリーをこう連れてって、でそんな感じのイベントですね、祭事、なんかね、そのスペインでそのワインのガイド的な、自国のワインガイドみたいな感じでギアペニンっていうのがあって、それの祭事っていうことであるんですけども、で、そこでブースが出たのがこれでしたね。そうですね、はい、はい。で、僕と塚ちゃんで初めての時におっと思ったのを今でも覚えてる。やっぱり出会いがかなり強烈的な出会いだったと。で、ソムリン TV もやってもう3、4年ぐらい、本当に
ガチでやってるやつを考えると、まあ、5、6年ぐらい経つんですけど、でも本当に、このワインの、だけはやっぱりこう、ずっとやっぱり、こう、なんとか、フォローしていきたいっていうふうに思うところもやっぱりありますし、で、それでやっぱりこう、三浦さんのところのやっぱり今、すごいなっていうふうに思ってるので、本当にすごいワインの一つだなっていうふうに思ってて、で、これね、やっぱり飲んでると、ハマっちゃう美しさがある、そういうのが、ビーニャソルサだと思うんですね。でそしてね、あのね、この画面のね、中にですね、あの、まあ、三浦さんとエバダちゃんのその画面にはですね、ビーニャソルサでもロゼもね、こうやって映っておりますのでね、うん。やっぱりロゼもね、美しい。はい。素晴らしいワインでございますね。でね、やっぱり今回のワインに関しては、この黒いラベルのグラシアーノでございます。はい。グラシアーノは、まあ、さっきおっしゃったように、やっぱり補助品種ですよ。うん。基本的には。でも、それをね、でこのラベルの中にですね、これね、こう赤と青なんですけど、これ何かというと、ね、心臓ですね。これは、つまりはそういうふうに最初にこのグラシアーノを使って美味しいワインを作ろうと思った、そのワイナリーのやっぱ中心となるようなそういうワインであるっていうふうにですね、彼らが思ってつけたラベル。よかったですかね、三浦さん。そうですね、まあ、そもそもあのビーニャソルサル、ね、ワイナリーの名前ビーニャソルサルワインズで、まあ、ワインビーニャソルサルなんとかって、例えばロゼだとロサードだとか、こっちグラシアーノになるんですけども、ソルサルってつぐみで、まあ、なんでかっていうと、ね、ワイナリーの、ワイナリーのとブドウ畑の方のブドウが熟した時に、こうつぐみが ついばみに来て、で、あ、ね、ブドウ熟してきたんだって、それを教えてくれるっていうのがつぐみで、ね、ワイナリーのシンボル的なところもあって、ね、ビーニャソルサルって、まあ、ソルサルを入れたと。で今浦川さんおっしゃったように、じゃあなんで、ね、心臓入ってるかっていうと、さっきお話したようにグラシアーノで、まあ、ビーニャソルサルにとっては本当心臓のようになくてはならない品種で、このワインなくてはならないワインなんでっていうことで、ラベルに心臓を入れてるっていうことですね。はい、いや素晴らしいですね。では、はい、失礼しましょう。はい、前置きはなかったね、すいませんね。では行きたいと思いますね。よいしょ。でも三浦さん、このビーニャソルサルと出会ったのもやっぱりそのスペインに行かれてっていう感じだったんですか？いや、そうですね、ここの輸出責任者と会ったのは、彼がプライベートでガールフレンドと日本に来る、まあ、X っていうか前のガールフレンドにはなるんですけども、で、まあ、プライベートで日本に来るっていうことで、でその時に SNS、まあ、Facebook でなんか自分の友達とつながってて、なんか今度日本に行くんだけども、で日本まだ輸出してないんだけども、誰か知り合いいないっていうので、私とつないでくれてですね、で彼、そうですね、そのプライベート旅行を楽しんでる合間に、ちょっと喫茶店というか、コーヒーショップで会って、その時にこうボトルも1本持ってきてくれてですね。なるほど。で、まあ、打ち合わせして家に持って帰ってそれ飲んだところ、うわって、まあその時まで、そうですね、どちらかというとフランスワイン中心でスペインワイン全く扱ってなかったんですけども、そうなんですね。はいはい。で、うわスペインワインってこの品種でこの価格ってでね、ちょうど入れて かぶっちゃってるんであれですけども、あすごいなって思って取引を始めました。なるほど。でもそうですね、それからもうスペインワインいろいろとね、いろいろまだそんなにね、アイマイハッピネス大きい会社ではないんで、まあ、ちょこっとずつですけども、それで少しずつ増やしてってっていうような感じですね。なるほど。はい。知らなかった。どうですか？はい。大体思います。はい。はい。よ。やっぱり最初はとじっとじですね。うん。まだ、やっぱりこう飲んでいただくときには、やっぱりね、もうちょっと先にね、ワインをね、こう抜栓して、こう、すぐパッと飲んで美味しいように思いたい方はそうですけど、やっぱり口の中にこう残るこのアフターのふくよかさだったり、果実味のこう鮮烈さはやっぱり、このグラシアーノならではですね。うん。さすがですね、これは。あ、いいワインだ。
これはやっぱりうまいな。うん。まあ、日本なんかでも、で、あの、浦川さんよく来て、で、あの、飲みに来てくれる、あの、ワインコンプレックスで、はいはいはい、あの、ね、あの展示会で、一回東京の会場で90社ぐらい、100社ぐらいインポーターがあって、はい、その時、ね、あの、グラスワインコンテストみたいなのがあって、そのインポーターが出して出展してる中、ね、一つずつ、じゃあ、うちのおすすめはこれだ、つって、ね、あの、飲んでく、その試飲された方で気に入ったのがあった、こう、シール3つぐらい持っててこう貼っていくってやつで、このグラシアのその中で、ね、全体の3位なんかに選ばれたりもしたこともあってという、はい、もうね本当にこれね最初これねゆっくりやっぱり飲みたいね、本当にどん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 変化していってどん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 これ美味しくなっていくっていうのがやっぱりこう芯から伝わってくるようなそんなワインですね、うんうん、いやいいワインだな、いや出会った時から大好きこのグラシアの、うんうん、小野塚行ったんですよ、ビーニャトルさん、ね、はいはい、僕の相方ははい、行かれてます ね、 もうね自慢するのよマウザった彼のフェイスブックっていうかね、 SNS のあのプロフィール写真だかで後ろかなんかは、うん、プロフィール写真でしたっけ、それ一緒にで、ね、その向こうヴィーナソルさんの輸出責任者と一緒に写った写真かなんかですもんね、はい、ふざけんなと思いますよ ね、 本当にね、はい、でもまあ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 いいんですよ、なんか行ってすごく楽しかったっていうふうに言ってますよ、うんうんうん、よりねこのヴィーナソルさんが好きになったっていうのがねやっぱり良かったかなと思いますし、うん、やっぱねこういうやっぱり綺麗でやっぱり力強くやっぱりこう個性のあるような、よし結構味わいとしてはなんかこう果実味のその酸とかもバランスよく出てるけどしっかり立つようなイメージのワイン全然なくてね、うん、特徴としてはブルゴーニュにも似てないし、うん、ボルドーでは絶対にない、まあなんかこうあえて言うんだったらまあフランスだったらローヌかなって言うんだけどローヌみたいな感じのワインみたいなね、うん、もうなんかすごくエレガンツのあるなんかこう本当にすごい面白いワインだと思うから、これがなんか彼らのまあ言ってみればこう代表としたいその心臓となるワインっていうのはね、うんうん、やっぱり彼らの特徴だったりとかその思いっていうのが非常に伝わってくるようなワインだと思うんで、僕は大好きですね、うんうんうん、じゃあそろそろ恒例のエバタ女子タイムじゃあエバちゃんどんな感じで思うかぜひねこちらちょっと聞きたいな、女性的な目線欲しいです僕たちは、はい、はい、そうですね、私このグラシアーノ 100% っていうのがここのポルサルのグラシアーノに出会うまで飲んだことがなくて、今までは本当に補助品種のイメージでこうディオハとかで高級産地でちょっとこう天ぷらにやとはこう交換するような違ってこうなんかちょっと酸があってこう個性的なニュアンスを与えるっていうブドウのイメージだったのでなかなか面白いなと思ったんですけど、この飲んでみるとやっぱりなんか他のブドウにはないような個性的なスパイス感、クローブ感とかナツメグ、アニスみたいなちょっと変わった香りがあって、あとローズマリーみたいなハーブ感があるんですね。なのでこれはなんかあの単体で飲んでも美味しいんですけど、なんかやっぱりお料理に合わせていただくのがいいかなと思っていて、お肉料理とかローズマリーでグリルしたようなお料理とかがすごくよく合うんじゃないかなと思ってますありがとうございますどうしよっかな、あの何にどういうふうに合わせようかって、ね、すごくまたこれまた難しいんですよね、ちょっと行きますか、合う料理をちゃんと説明すると、うん、そうですね。やっぱりこうコンビニとかで買えるようなハンバーグだったりとか、それに、まあ、とろけるチーズなんか上に乗せて、で、こう、なんでしょうね、こう、胡椒をかけて、で、まあ、レンチンなんかして、こうやる、なんか、ね、なんか、そういうふうに、エバちゃんが言ってたように、こうお肉料理にはすごく合うような感じがするよね。ありがとうございます。お、どうしたおい。おい。ごめんなさい。なんか今一息ついちゃいます。なんか全部終わったのと。いやいや。なんか確
なんかまあそうだな、肉、まあ、それこそなんかケチャップなんかもかけてもいいかもしれないしね、うん、うん、なんかマスタードなんかも欲しくなるような、なんか本当に複雑味のある料理にもなんかバンバン合わせても楽しいようなこんなワインっていうのはやっぱりいいですね。うんうん、本当赤身の上、うん、お肉にまあこのワインねちょっとしたソースみたいな感じでで合わせていただいてもいいのかなっていう。はい。おっしゃってね。うん、いや非常に美味しいございます。あーいいな。やっぱりこれが好きになったっていうのはやっぱり自分たちの中でやっぱり納得しちゃう、うん、そんなワインね。うんね、多分ね、これ飲まれる方ってね、グラシアの 100% って飲まれたことない方って結構多いと思うんで、ね、はい、グラシアのって何なのってそんな方が多いと思うんで、でプロの方でもなかなか 100% ね、グラシアの飲まれなかった、ね、なんで、ね、あ、グラシアのこんな品種なんだっていうことで、またちょっとね、本当ワインってね、カベルネソービニオンだったり、ね、メルローだったり、で白のシャルドネだったりって結構有名な品種は、ね、皆さん飲まれると思うけども、なかなかそういう、ね、土着品種ってその土地でしかとかね、そういうのって飲む機会、それが 100% で飲む機会ってなかなかないかもしれないんで、ね、こういう土着品種の面白さなんかもこれ飲んでいただいて、ね、感じていただけるといいなと思ってます。はい、はい、ありがとう。では今週は、ビーニャソルサルグラシアーノでございました。価格が2200円でしたっけ。はい、税抜きで2200円ですね。2200円、今回の目玉となるワインでございました。はい、ではでは皆さん、今週も楽しくワインを飲んでいただければと思います。乾杯。乾杯。